ボンジョルナトゥッティ、イタリアガイドミメです。本日は可愛いがギュッと詰め込まれたフィレンツェの雑貨店特集をお送りしたいと思います。皆さん、イタリアに来たらイタリア独特の雑貨店ってどっかないですかって思いますよね。よく私もお客様から質問があるんです。実はですね、イタリアのその雑貨店のベスト3を私、イタリア在住も20年以上のガイドミメがセレクトいたしました。3つを本日は皆様に特別にご紹介したいと思います。悩みに悩んだところ2つのパートに分けることにしました。今日はパート1ということで、フィレンツェでしかない雑貨店、もうフィレンツェって職人さんの街であり、フィレンツェのもう本当にそこのお店だけしかやってないところってあるんですね。なのでそちらを本日はご案内します。そしてパート2は続きますが、イタリアにフランチャイズで約100店舗から200店舗ある展開している雑貨屋さんっていうのもね、結構可愛いんです。ですから結構イタリア行った時に、もしフィレンツェに来なくってもローマに行ったら買えるとか、ミラノに行ったら買えるという雑貨屋さんもパート2でご案内いたしますので、ぜひ楽しみにしておいてください。私のこの動画ではイタリアの生情報をこのように配信しております。週に1回のイタリアからの生ライブもございますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。また概要欄には私が書きました YouTube ではなかなか教えられないイタリアを 200% 満喫する無料資料というのを配布しておりますので、ぜひそちらも登録をお願いいたします。それでは今日の可愛いがギュッと詰まった雑貨店をご案内いたしましょう。アンディアモン。本日の目次ですが、まずは私がセレクトしたフィレンツェ旧市街の、もうフィレンツェには1店舗しか、もうそこしかないというですね、伝統的な雑貨屋さんをご案内したいと思います。最後にフィレンツェのこの雑貨屋さんに行く前の注意事項3つというのをご案内いたします。これを知らないと、実は入った時にすっごい恥ずかしい思いをするかもしれませんので、ぜひイタリア来るの初めてな方は最後まで、そして初めてじゃない方も最後までこの動画をご覧いただけるようにお願いします。恥をかかなくて済みますよ。それでは1軒目行ってみましょう。フィレンツェでしかない雑貨屋さんのベスト3に輝いたのがこちら、バルトリーニさんです。実は本当は1位にしたかったんですけれども、やっぱりですね、本当に専門的なものがすごい売っているので、お値段結構高いんですね。なのでお料理関係の方ですとか、もうそういった方にとってはもうバルトリーニは神的存在ですから1位だと思うんですけども、お土産でちょっと軽く買いたいというのが今回のねコンセプトになっているので、ちょっと私の方では3位といたしました。それではこのバルトリーニさんに入ってみましょう。こちらがベスト3に選ばれましたバルトリーニさんです。実はですね、これドゥオーモが向こう側に見えておりまして、ドゥオーモから北に来ますと、もうフィレンツェのもう主婦がいっぱい利用する、しかも結構セレブな主婦がね使います。ですから今ちょうどプロモーションもしておりまして、いろいろ本当にフライパンとかこういった陶器類とかも安くなっています。ご覧ください、結構ですね本格的な、こういう生ハム切りとか、なんとジョーポンテのシュガー入れとか、意外とですね高級なもの、もちろんリチャード・チノリのものとか置いておりますが、今日ですねこの店員さんに何がおすすめかを聞いてみたいと思います。さて、すごい店内もすごい広くって、もういろんなものが
あるので、もうこのキッチン雑貨好きとしてはもうここに何時間もいたいという方も多いんではないでしょうか。これが全てのパスタを作る機械と言っています。Questo come si fa?Questi sono i tagliolini. Tagliolini を作るよ。Fettuccini anche. Il piatto quello pugliese. Questo si chiama anche troccolaro. Troccolaro っていう questo piccolo perché fa una pastina quadrata. Molto più quadrato.E questo invece per fare ravioli. Questo è per fare ravioli. Leva ravioli io adesso. Questo è per fare è uguale. Quando bigori uno ciccioi azumaru so desu. Quindi diciamo normale casalinga comprerebbero questa. Comprerebbero questa, sì. Perché... Su no, su fu, fuori o caumi. Quindi questo qui per il ristoratore. Sì, per il ristoratore o per chi gli piace fare tanta pasta. Questo si fa all'inverso. Nel senso, vedi? Sì. Si mette la pasta per qui. I bigori qui. Sì. E poi si allota e si esce questa pasta. Bene, e poi fai così. Poi con il tecto, ecco qua la pasta che dite. E questo esce. E quante costano questo? Questo per esempio? Costa 165. これで165 euro となるそうです。で、日本人の方がよく買うのがなんとこれ、ルームフレグランスなんですって。結構ね、このバッリーっていうトスカーナで作ってるルームフレグランスらしく、ここにね、あの大きいもので58で、小さいもので42ユーロで売っているそうです。Quale profumo diciamo vendete di più? Dipende, quello che vendiamo di più comunque è il divino bianco e il divino rosso.白ワインと、あと赤ワイン。E questo qua.Questo divino qui. Questo これがね結構人気ですって。Perché sa di uva. すごいブドウの香りがするんですよって言ってます。ご覧ください、これがですね有名な半月型包丁といいまして、通常はねうちにあるのもこういう感じなんです。これがオリーブの木のできていて、ci fai vedere come si fa?Così, ちょっと見せてくださいと言いました。 Ecco così solito si taglia con prezzemolo, aglio, odori. こうやって切るんです。 E invece questo? Questa è più piccolino, ダブルになっててちょっとちっちゃめなんですけど、別に1個の手でもできるのよって。これね、あの日本の料理の先生があの西洋パセリとかそういうのをやるのにとても便利ですと言ってました。あるら、quanto costa のクエスト? Questa costa 20 euro. これが20ユーロで。Questa 29. こちらがバルトリニと書いてある。これがオリーブの、あの木でできていて29ユーロになります。dentro qui sopra.È vero, è più comodo, eh? Perché è già predisposta. Predisposta. Però ovviamente si possono fare anche qui. Qui certamente è più bello. Oggi demo dekiru wa yo って言ってます. Invece queste grande così quante costano? Allora ascolta, quello grande, questo grande, sono il prezzo è diverso l'uno dall'altro perché questo viene venduto al chilo. あの重さで売ってるんですって。後ほどちょっとお見せしましょうね。こんなにあります、すごいですね。このオリーブオイル入れ、ちょっとねこれは大きいから日本人の方はこれぐらいをお好みよって言ってます。でこれがなんで完璧かっていうと、ここにオリーブオイルが垂れても中に行くそうなんです。こっちもね、ほらちょっと割れそうですけどね。E invece questo quante costano? Questo costa 11 euro. これで11ユーロ。これでね、オリーブオイルの色も見えるからいいのよと言ってます。
Oh, questo per fare pesto genovese. Pesto, questo è fatto a massa marina, massa Carrara. Massa Carrara. Eccolo. Quindi marmo di Carrara. Guarda, marmo di Carrara. Oh,見てください皆さんこれ Carrara なの Davide Zono 大理石でできているこのペーストジェノベーゼを作るやつですよこれ。うう重っ。ペザエクエスト。えおいマルモディカッラーラ。でちっちゃいやつもあります。これは一人分ですね。Però questo per un porzione due。Siamo felici. Vero. Questo si schiacciano.今ね話を聞いたらこっちはねペーストを作るんではなくってあのなんか調味料とかをこう砕く役目ですよって言ってますでなんとここはアレッシのもうイタリアの有名なちょっと可愛いデザインのものが充実しておいていまして特にこう日本にも売ってるかもしれませんがこちらですね可愛い磁石で動くお塩と胡椒入れなんですこうやって下にね置いてもいいしここにパタッとくっつけてもいいっていうかわいいですこれで30ユーロですそしてこちらがこれワインのコルク抜きですねこれもおしゃれこれで42ユーロということでアレッシのやつは本当にイタリアでも結構若い方から先輩の方に人気ですねで先ほどお見せしたこのオリーブの木で作ったまな板ここねすごいちっちゃいサイズがあってこれで 9.5 ユーロだから1000円ちょっとなのでお土産にここいいんですよねでちょっと私にはちっちゃすぎるかなっていうのもありますがやっぱり大きくなればなるほど値段は高くなりますこれねパン切りの方あのまな板でパンのくずが下に落ちていくのですごい重宝しますこういったあの手のね餅のやつがついてるのとかあと丸いこういうのもいいですよねでここにはですね結構高級なこういったフォークナイフセットがありましてもちろんアレッシのスプーンセットとかありましてちょっとね面白いのがこれ有名なブガッティっていう高級車ありますよねそこが作ってるんですって車も作るしスプーンも作るのかっていうこれでいくらするんでしょうねでもすごい素敵な超おしゃれなプロモーションこれで 30% で皆さん282ユーロですので、まあ、ここら辺のものは割とかなり高いですねもちろんこれあの1セットではなく全部6人用入ってますよ一応お見せしてるんですけどねこれはですねアレッシのこのフォークナイフセットで6人分入ってですねなんと 23% オフ199ユーロとかこちらもやっぱり 30% オフで185ユーロとかで買えるそうです実はここにはオリーブの木で作ったまな板だけじゃなくですねこれ料理用のものがあってこれほらパスタを測るやつですよねこれバルトリーニって書いてあって可愛いなと思いましたあとはチーズ切りとかですね売っていますここら辺も注目ですそしてずっとパスタのこと言っていましたがこれはねちょっとさっきのより安いんですがこのラビオリの型をやるやつところがですねこれは全部ブロンズでできてるんですってなのでやっぱりブロンズでできていてしかもあのさっきの型をやるやつだけだと中の空気が出ないけどこれだとこうちゃんと戻るから空気がはちゃんと抜けて美味しいラビオリができる口を作るものですこれで実はお値段80ユーロ人民円ですでもやっぱり物はいいですねパスタ好きにはもうここのやつはいいわよと言ってましたフィレンツェの可愛い雑貨屋さんベスト2がこちら
アンニーバリキーティというこちらお店なんです。すごい老舗なのが、あの石のところにちゃんとキーティアンニーバリって刻まれてるっていうのが、もう絶対1800年代にはあったんだろうなというのを思い浮かびますよね。実は私がいるの、じゃじゃーん、メルカートジェントラーレ中央市場の目の前にあるので、観光客の方にもすごい来やすいんです。いつもはああいう露天商がいっぱいあるので意外と見えないんですけれども、今コロナで誰もいないのでよく正面が見えております。さてこちらアンニーバリキーティさんの、まずちょっとショーウィンドウをご覧いただきましょう。ご覧ください、テラコッタのこういった食器、これあのやっぱトスカーナ料理とかにはね、これお豆にいるやつだったり、これ重いですけどテラコッタ好きの方には人気ですね。あとはですね、見てください、ラビオリとか手打ちパスタを作るものがいっぱいあります。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います。中はね、外に比べるとすごいいろいろあって、なんか可愛いというか実用的なものがいっぱい売っているという感じですね。で結構ね、こちらの方たちとっても冷たいというか、もう勝手に見てみたいな感じなので、私勝手に見させていただきます。さて外から見えていたラビオリ好きですとか、このラビオリのスタンプとか、これニョッキをね作って、この上でこうあの型をつけるやつとかもあります。ほらギター状になってて、あそこにこうパスタ作っていくやつとか、これパスタ好きにはたまりませんね。あとは先ほどのバルトリーニさんに売ってたカルラーラさんの大理石のあのペーストを作るやつがすっごいいっぱいあります。値段はねちょっとやっぱこっちの方が安いかなという感じもします。まあでもあの大理石のやつは一緒でしたけどね、だいたい値段はね。あとはねこの型とかすごい可愛い、シリコンの型、もしかして日本にも売ってるかもしれませんが、こういうチョコレート作るシリコンの型とかがどうしよう、日本の100均とかに売ってたらやっぱりイタリアならではと言ったらこれでしょう、チーズ削り器で、ご覧ください、こちらオリーブオイルの木で、オリーブの木でできてて、これで16ユーロですよ。でね、意外とこのビゼッティって結構有名なメーカーで、いろんなチーズの型が削れます。ここもオリーブの木を使ってて、これ安いと思いました。ちょっと可愛いのもここら辺に売ってますけどね。ここはすごいたくさんエスプレッソマシーン、これねカフェモカと言いますが、いろんなのが売ってますよね。で皆さんね結構やっぱお土産に可愛いのがいいなってこういうの選んじゃうと思いますが、ダメなんですよ、絶対ビアレッティというのを買ってくださいね。でねビアレッティもやっぱりねこういうのよりはあのオーソドックスなビアレッティの方がいいみたいです。メイドインイタリーだと言ってました、この前ちょっとお店に聞いたら。なのでやっぱりこういったところもねちょっと安いんですけれども、やっぱり絶対買うならビアレッティです。ここに先ほどのお店でも売っていたこの月半月包丁ですねが売ってました、安い15ユーロとか、このダブルので36ユーロとかで売ってました。でね結構ねこういうかわいいトスカーナって書いてある小皿がこれが8ユーロかとかでも売ってますね。シンプルなものですけれども売ってました。でここにも先ほどのお店で見たブロンズでできたラビオリキがありました。そしてここにね面白いのがあったのが、じゃじゃん、トリュフ好きにはトリュフをきれいにするブラシとか、トリュフを削るものとか、これがあのトリュフ好きの人にはなかなか贈り物で、でもトリュフも贈らないとダメですけどね
あとね、意外とこのコルテッロ、イタリアのね、このナイフすっごい切れて、しかも安いんですよ。これちゃんと木でできてるのに3本で8ユーロとか。うちの家ではこういうの使ってるんですけど、メイドインイタリーで6本も入って10ユーロだっけ。あそこにもチーズ切りのナイフとかもね、売ってます。ボーナセーラシニョールジャンアンジャンナントーニオさんです。今日はですね、ジャンタントアントーニオさんが見せてくれた日本のね、昔テレビで言われたこれ、なんか宇宙のあのものみたいですが、なんかこうね、目みたいなのがついてて、これは何ですかって言ったら、なんと1907年から実はシグラッツ今見せてくれるって、優しい、ありがとう。見てください。あー、ここに書いてあるベルガモさんって書いてあります。これは何ですかって言ったら、実はオーブンの代わりになるんですって。ここの中から、この中のものがどういう風に焼けてるのかが見える。見てください。だから2つこれでオーブンになって、実はコンロの上にこれをつけるから、こう穴が開いてるんですね。昔はお家にオーブンがなかった時に、これでカロリーを調節できる。わー。カード。これシアフレ。で、こういう風にも調節できるんだよって。あ、デットコンテコスタクエスト。だくしべでセコトナ。これで見てください、見える。これで69ユーロということです。ここのオリジナルというか、ほとんどここしか扱ってないんじゃないのって言ってました。今ジャン・アントニオさんが見せてくれたんですが、ロックダウン中にここ白く塗ってったら、ほら、ここが1880年に創立したんだよっていうのが出てきたんですってですね、ここのオリジナル商品といったのがこれです。お豆を煮る。ガラスなのに煮るんですかって言ったら、このガラスは弱火だったら持つって言ってました。これをコンロの上に置いて、火が直接当たらないようにして、ゆっくりゆっくりこのファジョーリっていうお豆を煮ていくんです。そうするとここからこう蒸気が出て、すごく柔らかく美味しくなって、なんとこれ、これね、お豆が煮えたかどうかをこう測る、スプーンもついて、お値段54ユーロ。うちの旦那欲しそう。すごいトスカーナの人ね、お豆好きなんですよ。ここら辺もかわいい、いろいろ説明してくれました。で、なんとフィレンツェで製造されているバルソードっていう、これ素敵なフォークナイフセット、なんとこれ銀ではないんですが、なんと詩人もですね、この捧げたという歌があって、素晴らしいフィレンツェで作られているものだよって言ってくれました。このね、かわいいマークが、この見えますかね、トレナーニ、この3人の男の子、小人がいるんですけれども、それがマークらしいです。で、こっちはこう下がこういう感じになっていて、カラフルなやつもあるよって。これもフィレンツェならではのお土産ですね。1個から買えるそうです。雑貨のベスト1に選ばれましたのがこちら、ブラスキさんといって、なんと1871年から営業しているという、実は超老舗の雑貨屋さんなんです。実はね、もともと雑貨屋さんというか、メスティケリアって言って、家具の部品の一部ですとか、そういったのを売ってたところらしいんですけれども、今私のなんといるところは共和国広場から歩いてきたコルソ通りにあります。結構見逃しやすいんですが、立地条件もバッチリで、結構地元の方が買いに来る超かわいいものが揃っております。こちらがブラスキさんという
雑貨屋さん兼お土産物屋さんなんですけれども、もうね、売ってるものがすごい可愛いものがあります。で、陶器ですとか、あとね、最近入ったこのコップも可愛いわよと言われた、なんか洗うの大変そうなんですけれどもね、このカエルが入ったやつとか可愛いというお話でございました。そしてここのおすすめがですね、これなんです。最近ですね、このビオデグラダービレ、エコロジーなこうマグカップ、あのちょっとスタバのような感じなんですけれどもね、なんとコーンですとか、あのバンブーですとか、いろんなものでできていて、プラスチックが一切使われていない。最近プラスチック問題になってますので、イタリアらしくこのエスプレッソのやつが可愛いです。これでね 4.5 ユーロで、蓋つけると 6.5 ユーロというお話で、いろいろカラーがあって可愛いですよね。そして見てください、ここパスタのものとかも、ほら、これでグリグリグリっとこうパスタを伸ばす機械ですとかもいっぱいあります。じゃあですね、ここのお店のラウラさんにお話を聞いてみたいと思います。ボナセーラー、ボナセーラシニョラ、ラウラ、チャオ、アロラ、ベネ。彼女がラウラさんで、お父様、80歳のお父様、すごい素敵な店内で、もここら辺が800年代からやっているという、ちょっとレトロな感じですが、じゃあいろいろ聞いてみましょう。これがさっきちょっとご案内したもので、大きいサイズもあるし、このエスプレッソ用のちっちゃいサイズで、いろいろ蓋も選べるそうなんですね。なので、わ、見てください、すごいいろいろあって、こんな感じの、ほら、これとか超可愛くないですか。これお土産にいいなと思いました、エスプレッソ好きの方に。もう一つ、これがすごい人気なのよって言ってた、見てください、ピザカッター、猫ちゃんで、猫ちゃんのところを持ってピザをカットする。そしてこれがすごい可愛いんです、あのお鍋式なんですけど、これパスタの形をしていたり、ここのね、なんかいろいろお店、ちょっともう商品はないそうなんですけれども、パスタ関係のこういったキッチン用品、超かわいいですよね。もう一つね、かわいかったのが、これがワインのここの下のグラスのところにつける、ほら、6人とかでお食事すると、私のワイングラスだっけと分かんなくなっちゃいますよね。だからこれをつけるそうです。ここはですね、いろんなキッチン雑貨が売っておりますが、やはりこのヤレッティのエスプレッソマシンも売っております。これで 16.9 ユーロだったりしますが、結構人気なのがね、こういったオリーブオイル入れ缶なので、これ割れないし、なんかちょっとレトロですよね。あとはこういった素敵なやつがあって、ここにはワインビネガーを入れて、こっちにオリーブオイルを入れるというのがあります。こういう形もあるの可愛いですよね。これよくお土産物屋さんに売っていますが、意外とね、こっからオリーブオイルが垂れちゃうというのがあるので、こういう方がね、使いやすいですね。お家ではこっちの方が垂れても、ここの中に入る。お、さっきバルトリーネもうちょっと高かったですけど、ここは10ユーロ、安いで、ここにラビオリカッターとか、あとオリーブでできたパスタ量り器とかも売ってます。これもラビオリを作る5ユーロとか、意外とね、こんなにもう中心街でも安いんですよね、ここね。こういうパスタ作りのこういったのも、これはまあ56ユーロとかしますけれども、かわいいのがいっぱい売っています。でですね、よくエコバッグとかってありませんかっていう
質問で、実はこれ可愛くないですか。実はねイタリア人のね名前が書いてあって、パオラさんとかにはこういうのを送るっていうんですけど、まあ、日本人の名前はもちろんないんですけどね、これぐらい大きくなります。ただねこれは10ユーロなんですけれども、もっとこれ結構かさばるじゃないですか。まあいいんですけどね、これでも私が好きなのはね、こっちロークイっていうこれなんです。かわいいんですよ、すごい。これ軽いし、これね12ユーロもするんですけれども、じゃじゃん、イタリアのエコバッグがあって、こんなにね大きくなって、でほらイタリアの色々のコロッセオとかベスパとかがあって、これね何入れてもすっごい丈夫で私も使ってます。これおすすめ。ここにですねいろんな運転士キッチン用品が売ってたんですが、これ見つけました。これがあのガーリックつぶし器、ね、これすごい素敵じゃないですか。1ユーロで買っちゃおうかな。いろんなこういったものが売っています。そしてここの一番の売れ筋がなんとこれですって、マグネットなんですけど、ただのマグネットではなく本当のイタリアの食品メーカーとコラボして作ってあるので、すんごい細かくお砂糖とかこのトマト缶とかすごい売ってる。あの同じなのですごい、メイドインイタリーのマグネットよって言ってます。ちょっと5ユーロと高いですが素敵。あの冷蔵庫とかにね貼りたい、可愛いですよね。フィレンツェにしかない雑貨屋さん、伝統的なベスト3というのを皆様にご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。それぞれの店舗によっていろいろ違いますよね。今日は主にキッチン雑貨のもうどれも1800年代からやっているという老舗の雑貨屋さんをご紹介いたしました。最後にお伝えしていたイタリアのお店でやってはいけないこと3つというのを皆様にご紹介しておきたいと思います。まずは1、必ずお店に入ったら挨拶すること。2、必ず店員さんに聞いてから物に触ること。そして3、タックスフリーできるかどうかを確認することです。まず1ですけれども、イタリアは日本と違ってお客様は神様ではありません。店員が神様というか、店員とお客さんが平等と思ってください。必ずお店に入ったらボンジョルノ、ちょっとボンジョルノが難しかったらチャオでもいいです。ボンジョルノとボーナセーラと店員さんに必ず挨拶をするようにしましょう。意外と日本人の方、店員さんがいらっしゃいませっていうのに慣れてしまっているので、なんでこっちから挨拶しなきゃいけないのっていう方もいらっしゃいますが、業に入れば業に従えで、必ず挨拶するとやっぱりいい印象となります。そして2は、勝手に物に触ってはいけません。 Don't touch って言われます。もう触るなって。なんので今回特に行った伝統的なこう雑貨店っていうのはすごいポリシーがあるので、必ず店員さんにポッソ、ポッソというのはイタリア語でいいですかっていう意味なんですが、それを言ってから触るようにしてくださいね。じゃないと怒られます。最後3つ目は、155ユーロ以上のお買い物をされた方はタックスフリーの手続きができるところもあります。ただ全部のお店ができるわけじゃないんです。お店の選べる権利なので、やってないっていうところもあります。なので最初から絶対タックスフリーできるからという気持ちでいかないように、まあもちろん155ユーロ以上買ったらできるので、それ以下はできません。なので買う前に必ず店員さんにタックスフリーできますかと、まあ、タックスフリーだけでイタリア語にもなってますから通じます。ぜひこの3つをよく覚えて、イタリアで楽しい雑貨ショッピングを行ってくださいね。実は
これパート1ということでフィレンツェでしかない雑貨店をお送りしましたので、この動画パート2、イタリア全土にあるかわいいがキュッと詰まった雑貨屋さんもベスト3でご紹介いたしますので、ぜひそちらの動画も皆さん見てくださいね。それでは本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録やいいねお待ちしております。チベリアもアラプロシマ、チャオチャオ。